皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は6月15日の夜でございます。夜、占わせていただくことってあんまりないんですけれども、ちょっと今日はお出かけをしておりまして、こんな時間になってしまいました。まだ力がもりもりございますので占わせていただこうと思います。夜ですので、これ私のね、本当にお恥ずかしいんですけれども、このね、もうどうしようもない素人作りのこのチャンネル、どうもね、夜の蛍光灯の光だと光ることが本当に多いんですよ。なのでなるべくこの中で工夫はさせていただきますが、こうイラッとなるところもあると思いますが、どうかお許しくださいませ。お願い申し上げます。で、テーマなんですけれども、例のね、陛下のお留守の間にアーが国事行為の臨時代行をする、ね、え、もう本当にこれね、もう吹き出しそうになりますよ。はあって感じですよね。もう誰にさせてるんだっていう、もう本当にね、もう本当おかしいです。これもう一日も早く早まる早まるですよ。でも、まあ決まっているもの仕方がないので、今のね、このちょっと腐って世の中では、こういうふうになっております。一時的なものですよ。必ず大どんでん返しはございますので、もうしばらくお待ちくださいませ。で、今ね、この天皇陛下の国事行為の臨時代行、もう何回言っても吹き出しそうになります、に対するアーの思いというのを見てみたいと思います。どんなことを思ってるんでしょうね。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。もう21番逆、ね、逆です。これはですね、責任回避もうね、責任なんか持てないよ、持たないよっていう感じですね。そんな感じです。そして、自主性の欠如が現れているんです。要はもうこれをしてくださいとか、こんな風にしてくださいとかって言われるような、そういう指示を受けて動く、自分で考えて動くとか、そういうことはできないので、まあ都合の良い神輿にぴったりの性質ですよね。ねえ、本当に少しでも、悪知恵の聞く人間でしたら、まあ本当にね、カモンはネギしょってやってきたって言いますけど、そんな風に見えると思いますよ。ねえ、はいまるはいまる。もうで、もう一つは、問題や状況からの逃避というのが出ています。これはね、こう逃げるっていう感じの逃避よりも、どちらかというと、もうね、囚われてないんですよ。まるで人ごとのように、そんな感じが出ています。本当にね、もうぴったりですね。次いきます。あら、22番正位置、皆さんこれ例の呪術のカードでございます。でね、これ今回は違った風に見えます。これね、被害妄想というか、いや妄想じゃないんですよ。これは妄想の翼じゃないと思いますよ。今回はこちらがアーなんですよ。で、おそらくこれが陛下だと感じていると思います。そんなのが出てるんですよ。自分がこうしているっていうのではないんですよ。これはね、誰かが呪術を使って自分の状況に影響を与えている、自分にとって悪影響を与えていると思ってるんですけども、この呪術というのはお祈りですよ。祈り、あ、国民の祈りもあるんでしょうか。でもね、私にはね、陛下のお姿が浮かぶんですよ。なので恐れていると思いますよ、このお祈りの力を。で、自分に来る、このカードの意味は障害とか遅延とかっていう例えがあるんですけども、とにかくそういう自分にとって良くない状況っていうのは、その呪術を受けているからだと思ってるんです。なので、祈りを受けている、まさにお留守の間に自分が結界に侵入するような感じになりますよね。ね、そうなるんですよ ね。なので
え、そうなんですか。ごめんなさい、私ちょっとその辺無知なんですけど、出かけて行かれるんでしょうか。行かれる、敬語使いたくない、出かけて行くんでしょうかね。ね、結界の中へ。なんかそんなとこね、入れるんですか、もしもそうだとしたらね。ビリビリビリってなれそうですよね、なんか本当にね。まあね、ここに出ているのは自分が、自分のこのエネルギーがすごく低い状態になっているね。なんか病気とか、もう成功しない、何もうまくいかない、もうすべてそのお祈りによって生じる被害なんだぐらいに思っている感じなんですよ本当にね、うん、ね、そうだな、ここから感じられるのは、やっぱり何かそういう、そういう、なんていうか、目に見えないものの力だとはしか思えないような目に合ってるんですよね。合ってるんですよ。で、やっぱりこれは何かあるんじゃないかっていうふうに考えているんだと思います。その神仏を信じるとかそんな感じはないですよね、この人間はね。ねえ、神社長に祈らせるとかそんなこと言ってましたからね。まあ、いや、だからそういうことに恐れを抱くとは思えないんですけども、恐れないまでもそうとしか思えないことが起こっているんだと思いますよ、うん、当たり前じゃないですか、起こってますよ。じゃ次いきます。はいはい、ぴったりの出てますね。グリーフエンドバースティ、はい、ミリタリーパーソン、ショーイルネス、これぴったりじゃないですか。皆様見てくださいよ。ちょっとね、これがぴったりかどうかっていうのありますけど、これ見てください。ほら、もうこれなんて飲酒量が増える、そんな感じですよ。ほら、青い顔して飲んでますね。手は震えています、目はがんぎまりですね。これはね、厄介とか面倒ね、この国事行為の代行じゃないですか、電磁代行。厄介、面倒、苦悩、そして難しい出来事、自分にとっては難しいですよ、そりゃ。で、逆境、それに向き合わなくてはいけない、で、うまくいかないという警告のカードなんです、これ。なので、の思いとしてはうまくいかないと思ってるんですよ。いかないどころができないんですよ、うん、で、このことについて、その国事行為の臨時代行については、ネガティブな思いで挑むっていうのが出てます。これネガティブな思いなんです。で、これね、やはり潜在意識で、先ほどのね、これ自分では気づいてないんですよ、潜在意識ではないんですけども、潜在意識の中に if の念があると思います。それが出てるんです。で、これは昭和天皇を思わせます。なので、先ほどのその何か目に見えない力っていうのは、もしや昭和天皇のって思ってるような感じなんですよ。それも何かね、決してなんか、なんて言うんでしょう、敬っているような、そんな感じではないんですよ。そんな感じではないんです、うん、そうではなくて、なんて言うんだろうな、なんかでも怖いのは怖いんですよ、やっぱりおかしいことが起こっているので、うん、怒ってますよ。こういう時になぜか何か昭和天皇が浮かぶような、そんな感じがあるのだと思います。で、安全の必要性を感じてるんです、うん、うまくいかないということに対する安全の必要性だと思うんですけど、うん、で、こちら、これは運命の真実のカードです、うん、そういう、まあ、運命の真実のカードなんです、これは。で、うん、何かね、病気、まあ、本当に病気を表すんです。持続的に何かしつこい症状みたいな、ずっと消えない症状みたいなものがあるはずなんです。なので、それを深刻に受け止めて徹底的に調べるべきだっていうような、そんなカードなんですけれども、うん、もうね、身も心も限界に達しているので、強制的に休まなくてはいけない。こんな臨時代行とかしてる場合じゃないんですよね。はいまるはいまる、もうね、休んでください。強制的に休まなくてはならない、うん、そういう風なカードなんです。なので、そういう風に思っているところもあると思いますよ。体の具合は決して良くないと思います、これ思いなので。で、もう一つは、ちょっと病気とは離れますが、もう物事が暗礁に乗り上げて
停止して自分の資格を奪われるんじゃないかっていう、そういう思いがあるんです。なので実はもう臨時代行どころじゃないんですよね。本当はね、本当は状況はこんな感じなんですよ。何か安全の必要性を感じていて、このカードが出てミリタリーでしょ。何かを暗示しているような気もしませんか。同時に私がいつもこのミリタリーっていうのは何なんだろう。間違いなくアーの神輿を担いでるんですよね、そんな感じはありますよ ね。だからその、アーを利用しているミリタリー、それに助けてもらわなくちゃいけないという思いが出てると思いますよ。臨時代行について聞いていたらこんなことが出てくるんですよ ね。でもぴったり。次いきます。Thief Sadness Desire。 これはね、順番に注目です。この出た順番に、これこのままこういうふうに2万劇場が進んでいきますってなると、これはね、盗もうとしているんですよ。豊ノ宮殿下からね、ずっとわざわざ英知を作ってね、で盗もうとしてきているわけなんですよ。ところが最近これなんですよ。失望、悲しみ、ね、ここが今なんですけど、でも見てください。それでもこれ、まあ、キーもそうですし、デザイアなんですよ。もう強く欲している、渇望している、絶望している、諦められないんですよね。それが出てるんですよね。なので、まあ、臨時代行ももうここでやるという感じですよね。ペンもログに持てないようなもん、ハンコを押すって言っても手がこんななってるんですよ、押さなければいけないところに押せないじゃないですか、こんななって。それこそね、志村けんのとか加藤ちゃんのなんかもう本当にあんな、なんかもしもしリーズみたいですよ。もしもアーが臨時代行したらみたいな、ガタガタガタみたいなね、はい、5の逆。あー、これ性格出てます。ちょっと感じたままお話しさせてください。これね、人それぞれだって感じなんですよ。女の人それぞれだっていう感じ、なんか冷たいような、まあ、あのままですよ。なんか感情がないような、ね、欲はいっぱいあるんですけど感情はないような、人として持たなければいけない感覚がないような、そんな感じ。ダイアナ妃がお亡くなりになった時のあの時のね、言葉とような、そんな感じですよね。確か昭和天皇がお亡くなりになった時にも、なんかろくでもないような言葉言ってませんでしたでしょうか。ねえ、なんかそういうね、心がないというかね、そんな感じ、それが出てるんですよ。なんとなく人それぞれだと、まあ、自分には自分のやり方があるし、ねえ、まあ、陛下には陛下のやり方がある、そんな感じで、まあ、とりあえず自分の問題に集中しますという、そういう思いなんですよね。でもこの自分の問題というのは、程度から言って全然は普通だでしたらですよ、自分の問題とアーが言った時は我々どう思いますか。いろんな問題ありますよね。例えば産屋のことでも考えるんだろうかとかね、英知の東大かとかアジトのことかとか、いろいろありますよ。熱い国のことかとかね。でもそうじゃない、これはね、どうしたら反抗する時手の震えを止められるかとか、そういう程度なんですよ。これ本当そうなのかしか来てないです。そんな程度なんです。だから鹿とかもそうでしょ、あんたそこじゃないでしょっていう感じ。顔ばっかりペカペカにしてね、作って見せるものだけこうやってもうパチ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 うなずいたりなんだりして、ロバの歯見せたりしてやってて、中身何も覚えてってないじゃないみたいなね、くれぐれもよろしくって何よって、そんな、ね、もうそういう感じじゃないですか。でそれがもう同じです、そんなこと考えてるのみたいな、そんなレベルっていうような、もうハイマルしかないですよ。あとはね、これに出てるのは与えたり受け取ったりしないなんです。なので陛下との間になんです。これは何が臨時代行ですか。ギブアンドテイクをしないってことなんですよ。
何もあなたのために何もしませんよっていう感じが出てます。で、いかなる責任も約束も受け入れないっていう感じです。なんでって、人それぞれですよって、なんで自分がしなきゃいけない、受け入れなきゃならないんですかっていう、まあ言ったら陛下の仕事でしょみたいな感じなんですよね。今は陛下の仕事でしょみたいな、そういうアホな感じの念が来てます。もう同じです。この1枚目の責任回避っていうのと一緒なんです。もう全然支える気なんてさらさらないですよね。Despair Prison Waiting、これはね、これは臨時代行、こんなお仕事っていうのは自分にとってはこれなんですよね。絶対絶命ですよ。もう窮地です。だって何にもできないんですから。大体しないとか言ってますけど、できないんですから。でも閉じ込められてこんな思いなんですよね。その間自分が臨時代行しなければならないっていうのは、だからひたすらにその点に関しては早く帰ってくればいいと思っているような、そんな程度です。これはそんな程度のことです。ああもう早く帰ってくればいいのにっていうような、もうね、臨時代行している姿は必ず報道されますからね。何々しましたって反抗しただけじゃないかみたいなね、そういうのがまあ出てきますので、この思い出してくださいね。なんか軽いわ、これ本当なんか軽いんですよ。もう本当にニューラブ、これ豊宮殿下のことだと思うんですけどね。ダグブスペイドウォーリーエラー、これはやっぱり豊宮殿下のことだと思います。でこれはね、単に自分の裏でとか自分の陰でっていう意味だと思います。裏でっていう感じ、自分の背後で自分のことをどうせそう思ってるんだろうっていうので出てるんですよ。どうせそう思ってるだろうって、まあ豊宮殿下に限らずなんですけど、みんなそう思ってるだろうっていう感じ。それ何か失敗とかなんですよ。エラーなので、失敗とかミスとか落ち度とか何か間違い、誤り、あと道徳的な過ち、そういうのもありますよ。でそれに対して懸念、心配、不安が出てるんですよ。これあーのじゃないんですよ。例えば皆様が自分が失敗するんじゃないかと思って、どうせ懸念してんだろうみたいな、心配してるだろうっていうような、裏でね、陰でしてるだろうっていう、どうせ裏で心配してるんだろうみたいな感じが出てるんですよ。こんな程度なんですよね。なんか軽いんですよ。心配してますよ本当に。いやそれよりも何よりも、あなたが何か豊宮殿下にするんじゃないかと思って心配してますよ。まあ、これは妄想ですよ、私の妄想です。ファルスネス、アネクスペクティッドジョイ、フィデリティ、これもね似たような感じです。あのね、これと似たような感じです。卑屈って感じなんですよ。卑屈なところが出てます。いじけてるみたいな、そんな感じが出てますね。これどうせ周りにはすぐ近くね、周りには味方のふりをした敵ばっかだろうとね。アーミア様って言っても、どうせ自分の敵なんだろうみたいな、味方のふりしてるだけだろうみたいな、どうせこうね笑ってるんだろう裏でみたいな、それか、まあ、心配してるんだろうって感じ、ハラハラしてるんだろうみたいな、そんな感じが出ている、ね、でもこれ本当単純すぎるんですけど、でもこういう何か思いがけない満足があると思ってるんです。自分ではうまくできるという感じてるところもあるんですよ。それが出てるんです。
それがここに単純に出てます。でもうまくいくだろうと、まあ今までよりなんとかなるだろうっていう感じなんですよね。でもここに出てるのは人間の価値を軽んじるな、なので自分では軽んじられてるように感じてるんですよ。その通りです。出てます。このなんか出方がね、あまりにも、いやなんかこの同じ年でもね、もう本当に腐った年ですよ。本当にもうなんかチャンネルをね、えらくこうどっかほら中なんていうんですか、ラジオのね合わせるじゃないですか、まあ、昔ね昭和なんかだとこうやって、あれがねもうなんか本当その周波数っていうんですか、なんかすごくね低くてガーッと回さなきゃいけないような感じですよ。そんなね、他の方のこうあの思いをこうあのこう占わせていただく時とはもうガーッとこちらに回さなきゃいけないような感じです。いやこれもね、私ちょっともう早く感じたものがあるんですけど、スカラロード、はい、多分そうだと思いますよこれ。あ、そう思います。これね見てください。いや決してね、勉強しますよと思ってるんじゃないんですよ、ね、これスカラーでも、まあ、頭すっかすかのスカラーですよこれ。でもね自分では一応ナマズ博士ぐらい思ってるんですよ ね思ってるんですよ、できると思ってるんです、うん、まあまあこれぐらいのことはできると。これ臨時代行の何か事務的なことでしょう、これこの姿は、ね、でこの人はこれなんです。これ自分です。もう我こそは支配者だって感じなんですよ。主人だっていうな、これ代行ですから ね、そう思ってるんですよ。で自分はもう本当不変だという信念あるんですよ。ここにうましかな思念ですね。ねえ、でも本当思ってますよこれ。不変だと思ってますよ。すごい自信ですねこれ。信じてるんでしょうね、うん、やっぱり婦人からのもうなんていう洗脳みたいなものなんですかね。 H が持っているような洗脳なんでしょうね。あ、出た。これ笑いますわ。No worries。 あ、またコンステンシー。ほらね、すっごい自分本当普遍だと思ってるんですよ。2回も出てますよこれ。ほら普遍で笑ってしまうのはこれなんで、昇格昇進、ちょっといい気分、あの臨時代行ですからね。自分が陛下のお仕事を臨時代行ですからね、昇格なんですよ、ね、で心配いらないっていうのが出てるんです。不安の裏返しですよ。先ほどのこれじゃないですけど、これ、ね、何の根拠もない自信ですけど、これ なんとかなると思ってるんですよ。まあ思いがけない満足あるだろうみたいな、不安で仕方ないんですよ。でこれ同じ不変なんですけど、なんかね商売繁盛とか良い取引っていうのが出てるんです、ここにね。何が支配者ですかね、え本当にあんたに任せたら全部商売になるわっていうね。本当に次いきます。しかも腐った商売ばっかりね。ジャッジミスフォーチューンごめんなさい、もうおかしくない、いやもうなんかごめんなさい、私一人でこれ楽しんでません。もう今日は番外編っていうのをつけ足しますもん私ね。ちょっと本当なんかあまりにもあのアーが低いんだと思います、うんね、なんかだからなんかねちょっとふざけたような、なんかもうお腹の底からムズムズとした笑いがこみ上げてくるんですよこれ。何なんでしょうかね、うん、いやジャッジミスフォーチューン、ミスフォーチューン、これねそういうことになるってことなんじゃないんですか、うん、見てください。この姿私は先ほどのこれと同じに見えるんです。あの見えませんか皆さん、これに見えません。ちょっと今すぐお見せしますね、少々お待ちくださいませ。これ要は一緒なんですよ。ほらこれ自分です、ね、臨時代行してる姿なんて、ほらなんか書いてますでしょ。これもうんってなんか難しいもの読んでるみたいなね、読めもしないくせに
金振ってないですよ、そんなもの閉館お読みになるものにね。まあまあこんなことしているでもこれなんですよ、火だるまになってるんですよね。何もできないんですもん。でこれ自分の問題、私的な問題はもう自分の受け認める量を超えて罪となる、非難されるが出てるんです。これも一つの臨時代行に対する思いでしょう、間違いのない。こうなると思ってるんですよ。何かでも一番今たくさん引いたのでいろんな思いが次から次と出てくるんですよね。でも一番出ていたのっていうのは最初の21番かなって私はなんとなく思いますね。21番でしたっけ、あこれですよね、こんな感じ、これこれね、もう本当になんかね、あとこれもいい感じ出てたと思うんですよ。あーらしいものが出てたなという、なんかそんな感じがする。もうなんかまあ、自分はもう自分の問題に集中するからみたいな、うん、手が震えるから止めなきゃいけないしみたいな、そういう感じ、うん、別にそんな、まあ、兄貴なんて呼び方はしてないと思いますがね、なんてね陛下と呼んでおられ呼んでるんでしょうかね、ねそういう与えたり受け取ったりもうなしなしみたいな、あんた取るばかりじゃないですかって感じですけどね。ね本当に、まあ、また戻りますね、戻りますね、はい。Later. Faithfulness. Sweetheart. なるほど、なるほど。そりゃそうですよ。これは、まあ、自分が臨時代行している間、これメールなり何なりがやってくる手紙が Sweetheart に、祖師宮殿下に。そしてここにこれが出ているのがすごいですよ。どうせ信頼しているのはここだと。これこの思いっていうのはこちらじゃないですよ、あの両陛下が敏宮殿下を信頼なさっている、すべて忠実さもね、信頼できるんですよ、誠実さも律儀さも全部出てます。真心を込めて、心を込めて務める、そんなお姿ね。ほらお手紙来て読んでますでしょ、ここで、でここに間にこれが入ってる、信頼が入ってるんです。どうせそうなんだろうと、自分のことは、まあ、何かやるんじゃないかとハラハラしてるんだろうと、失敗するんじゃないかそう思ってるんだろうみたいな、その通りですよ。あ低い、本当に低い。え Love、これって敏宮殿下かなって感じがするんですけどね。 Love Plans あです。やっぱりなんかね、他の占い、あのこの前の時と合わせてみると、やっぱりその敏宮殿下はご無事かっていうのねえございましたでしょ。これ見てください、ラブ、このラブっていうのはこの絵に関係なくですよ、敏宮殿下のことだと思います、愛子様のことで、計画詩って出てるんですよ。だからこれ本当そのままの詩でなくても何か計画、計画といってもピンキリですけどね、でももうよからぬことですよね。Love, sorrow, room. ああ、これ逆にちょっと安心かもしれない。あのね、見てください。このラブもこのラブと同じです。敏宮殿下のことです。で、あの泣いておられますでしょ、ここ。またお手紙読んで泣いてるんですけど、このお手紙ではないんですよ。このお手紙は両陛下からのお手紙。ね、違うんですよ。これはね、アーからのお手紙ですよ。ね。でこれは敏宮殿下のお部屋です。お部屋の中で泣いている、そんな感じがします。別にこれ追い出してこんな風にしてやれとかそんなことじゃないんですよ。なんかね、お部屋の中で泣いておられる感じ、自分が臨時代行している期間、
Winning luck. Departure. To attract attention. これはもうたくさん弾いたからですね。ちょっとね、たくさん弾くとテーマから少しそれて付け加えるようなお話をカードはしてくれたりするんですけども、ここはそれてますね、ここはそれてます。これはね、両陛下に対する思いです。これとうとう獲得したなって感じなんですよ。英国行きをご訪問をで、それがウィニング勝利だと、ね、でこちらラックですので幸運とかすごいいい機会チャンスと思っている。でこのディパーチャーこそがご訪問へ英国へ向けての出発です。でこれ行った先では行かれた先ではなんですよ。注目を集める、注目を浴びるっていうのが分かってるんですよ。それが出ているんですよ。そうです、その通りですよ。皇后陛下は全部 ご出席されますからね。では最後の1枚、国事行為の臨時代行に対する思い。これか、これか、ムーンで出ますか。やっぱりね、先ほどのあれと重なります。ちょっと待って、これは皆様にぜひ、これは魅了するものなんです。月、引力なんです。自分が引きつけられるようなそんなものなんです。この魅力なんですよ。我こそが支配者であるみたいなね。これ昇格みたいな、昇進、引きつけられるものがあるんですよ。陛下ですよ、臨時代行、天皇ですよ、ね、でこれ意味の中には、高い評価とか良い評判というのがあるんですけど、そこまでは思ってないにしても、天皇という地位はそういう評価評判だと思ってるんじゃないですか。で脚光を浴びるとか、人前に出て称賛されるとか、あとは名声、有名とか、ね、世界中でも有名とか公明とか、そんなものが出てます。これなんか酔いしれてますね。ねえ、酔いしれてますよね。本当はでこれでもうまく出てましたよね。いろんな気持ちがいっぱい出てたと思いません？不安さからできないという気持ちとか、自分はどうせ影でバカにされてるんだろうとか、心配されてるんだろうとか、ねえ、出てますよね。これ結界の中に入る、結界の中に入るんですよね。私ちょっと間違ってたらごめんなさい。もしもいつもね、自分の自宅で代わりに臨時代行するのかもしれないですがね。でも何かこの目に見えないお祈りの力に怯えています。国民も祈っておりますので、はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。